霊薬がこの地へ誘った何故であろう。己を下すためだ。いな、癒すためだ。幾とせも見やらずにいた生傷が霊薬によって晒されたのだ。誰が望んだ。あれは毒に過ぎん。常闇に囚われてはならぬ。蒼天の国へと魂を飛び立たせるがよい。守るべき民を見下げるなど少子。父をほふった民でさえも。ああ、差異はない。過ちだ。天蔵は他を、俺は大鷹を撃つ。気を受けるがよい。父上。神、手を貸さんか。べきであった。戦人として面目ござらぬ。わしに家にだ。堺の家名は汚された。息の者は我らを鬼だと。時としてなさねばならんのだ。鬼となってもいたわしかったな。いずれもされど大事なこと。それは戦場での話。親子は大事ではないと。あれが死んでから息子をどうすればよいのか途方に暮れた。故に武士として育てた。もうよいか。やれ、やるべきことを。家名の恥をすすぐのだ。仇を切らんか、ふぬけ。切らぬ。俺は父上ではない。あなたは好きに生きた。あの死もあなたの咎。霊薬の力が及ばず。
なことは許されぬ。己が先祖の裁きを受けるであろう。必ずや。死ぬのが衆生のためだ。